ポール・アロイシウス・ハインズは、アメリカ合衆国バージニア州出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1878年にメジャーリーグ史上初めて、打率、本塁打、打点の打撃3冠を獲得した。ハインズは、プロの野球選手になる前、ワシントン DC のナショナルベースボールクラブで、ジュニアチームに所属していたと考えられている。球団が1872年にナショナルアソシエーションに参加した際、ハインズは17歳でプロのリーグにデビューした。その後球団の消滅に伴ってシカゴホワイトストッキングスに移籍。この頃から打撃成績も向上し、シカゴの外野手としてレギュラーに定着した。ナショナルリーグが創設された最初の年である1876年には、リーグ最多となる21本の二塁打を放っている。1878年からは、プロビデンスグレイズに移籍し、グレイズで8年間を過ごした。移籍した最初の年に62試合に出場して打率、358、50打点、4本塁打の3部門でいずれもリーグトップの成績を残した。現在の基準に照らせばハインズは、打撃部門における、三冠王となるが、当時はまだ本塁打の絶対的な本数が少なかったために、あまり注目されていなかった。また打点については20世紀に入って記録が調べ、直された際に判明したものである。打率に関しては、この年の首位打者は、ルーキーのアブナー・ダルリンプルであるが、後年の調査によって、打率1位であるとされる。ハインズは、翌1879年にも打率357で2年連続の打率1位となり、所属するプロビデンスでは2度のリーグ優勝を経験した。1885年にプロビデンス球団の経営が破綻、その後はワシントン、インディアナ、ピッツバーグなどのチームを渡り歩き、メジャーリーグでは1891年まで活躍していた。その後もハインズは、マイナーリーグで1896年までプレーを続けている。1935年にメリーランド州ハヤッツビルで80歳で死去。1878年5月8日のプロビデンス、グレイズ対ボストンレッドキャップス戦でのハインズのプレーについて、かつてメジャーリーグ史上最初の無捕殺未獲殺と扱われていたことがあった。この試合中堅手として出ていたハインズは、無視 2.3 塁から、ボストンのジョーバードックの放った、ラインドライブを候補して、そのまま帰塁する走者より先に三塁ベースに駆け込んだ。あと、最後に二塁へ送球して二塁走者をアウトにするという、未獲殺を完成させている。1878年当時のルールでは、飛球を処理した際二塁走者がすでに三塁を回っていた場合、野手が三塁ベースを踏んだ時点で二塁走者は、アウトとされていた。試合の記録上このプレーの際二塁走者は三塁に達していたとされており、当時のルールに基づけばハインズが三塁を踏んだ時点で二人の走者がアウト、無捕殺未獲殺が完成していたことになる。ただ近年アメリカ野球学会は、このプレーの際二塁走者だったエズラ・サットンは、捕球の際まだ三塁に達していなかったという見解を出しており、上記のプレーは、現在無捕殺未獲殺として認められていない。ありがとうございます。